基礎計算、五等が目立つ普通の計算問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。足し算を先にしたり、割り算の部分をそのまま約分したり、そういった誤計算をするケースがあるようです。本題は割り算を掛け算にして直後の分数を逆数にして、その掛け算を先に計算して最後に足すと30が正解となります。おまけ問題です。図の色部分は花壇であり、道の幅はすべて1メートルです。花壇の面積の合計を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。